そこに、竹、ちょっと今この端っこで見てください。また竹の下地をこう。で、バラがこうやってボソボソ出てくるので、塗りやすさって塗りづらい。あと、まあ、ここに絵で描いてあるんですが、はい。いただいた、その内容をですね、少し説明させていただきたいと思います。今、こっちには穴が掘られていて、これを埋めることによって材が固定されているんですね。もう一つ、41本ある柱もですね、すべてこの芯を持った大きな木でも小さな木でも一つしか取れない。はい。塞がれていますので、まあ、そこからですね、こうちょっと今回特別にお借りして、でここに置かせてもらっています。それ以外にも解説の中で紹介してますが、いろいろとすべてオリジナルの家具でお座りいただきます。